水は我らを引き、炎は我らを解き放つ、光は我らをあるべき地に導かん。それこそが光の都への道。汝、ヤンネンの教えを守る者ならば、命の炎を消すとき、舞い上がりし火花のごとく、光の中へと昇りゆかん。教えに習わざる者ならば、獣となりて荒野にさまよう。それは迷える灰、ロストエンバー。どこに行くのだ。戻りなさい。カラニ。そこを行く君、手を貸してくれ。はあ、頼みがある。ああ、聞いてくれ。はあ、私の声が聞こえないのか。いや、おはよう。手助けしてもらえないかな。時間は取らせないから。ああ、本当にありがとう。ここを少し下ったところに洞窟がある。先に行ってくれるかい？私は後から行く。私はここで何年も立ち往生していたんだ。君以外は誰も助けてくれなかったなんて信じられるかい？本来なら私は光の都にいるはずなんだ。聞いたことはあるかな。全ての真のヤン族の霊が行くべきところ。そう、命の炎が尽きた後に。それなのに私は長い間この障壁に閉じ込められていた。理由はわからない。ここでやるべきことが残っているのだと思う。きっとアミュレットが関係しているはずだ。見つけた。やった。アミュレットに何が書いてあるのか見えるかい？動かしてもらえるかな。ああ、ありがとう。さて、私は何年もヤンレンの経典を読んでいないから。カ・ラ・ニ。いや、私ではない。多分私の体でもない。だが名前には聞き覚えが。ああ、君がこれを。アミュレット、カラニ。狼、君は。旅立ちの時です。光のもとへ。このロストエンバーはあなたの助けを必要としています。この者と共に行きなさい。
狼よ、君が前世でカラニだったのか。しかしそうだとすると、君は光の都から追われロストエンバーとなったのだな。お互いに助け合えば光の都へたどり着けるかもしれない。私の記憶は途切れ途切れなんだが、二人一緒ならきっと大丈夫だ。共に進むためには君もここを渡らなければ。君を助ける方法があるか調べよう。ウォンバットが2匹、他には何もない。狼よ、君のお印を見てごらん。何が起こっているのだ、狼？一体どうやったのだ？そうか、君は魂を移ろうものか。今やったそれは魂替えと呼ばれているものだ。ヤンレンには片足を光に、もう一方大地に置く者たちについての伝承がある。君は光の都から追放されるはずではなかったのかもしれない。君についてもっと知る必要がある。おいで。障壁に近づいている。私はこの場所にずっと閉じ込められていた。君なら通り抜ける方法を見つけられるはずだ。
赤い煙が見えるか。何かが燃えている。確かめに行こう。あの木のところから向こうがよく見えそうだ。魂を移ろう者に会える日が来るとは、なんとも信じられない。君の力がこの旅の手助けになるかもしれない。なんだろう、過去を見ているようだ。君がこれを見せているのか。彼らはアミュレットを身につけているヤンラーナの人々だ。我らが民、皇帝の子らよ。彼らはどこへ。あ、盗賊だ。待て、カラニだ。狼よ、あれは彼女だ。君だ。君は盗賊だった。光の都を追われたことに関係がありそうだな。深く知ることができれば君を助けられるはずだ。何？一体どうやって？あれは記憶だったのか？狼よ、どういうことだと思う？ここから抜け出せるというのか？やったぞ！私は自由になったのか？狼よ、私は自由。さあ、光の都へ行こう。ところで狼よ、あの記憶、なぜ私にもあれが見えたのだろうか。割れ目がある。これを抜けていこう。自分が賊だったと知っていたのか。やりきれないだろうな。
ああ、また盗賊が現れたぞ。向こうに登っていくんだ。彼らは何をしているのだ？また向こうに火が上がっている。私を閉じ込めていた障壁じゃないか。壁は消えてなどいない。大きくなっただけだ。先へ進むためには障壁を壊さなければ。前の障壁の時はどうしたか覚えているかい？障壁を壊す方法はわかるか？これは盗賊のアジトだ。君はここに住んでいたのかい？君は彼らのリーダーだったようだな。
誰だろう。彼女のアミュレットの名前、ウェイラ。見たかい？君は全くの悪人ではなかったようだな。彼女のことを大切にしていたのだから、君の罪は償うことができるはずだ。聞こえたかい？うまくいったみたいだぞ。さあ、障壁を確かめに行こう。またやったぞ。君の過去の記憶、なぜ私がここに囚われていたのか分かったかもしれない。私は君の魂の案内人に違いない。光の都へ案内しよう。ヤンラーナたちも君の中に善良さを見ていたはずだ。そうに違いない。だから私はまだ光の都に招かれていないのだ。